俺だよって声どうもおはようございます。こんにちは。こんばんは。レオジンと申します。さあ、お久しぶりの COD ですね。コールドウォーのアルファ、ベータテストですね。だいたいこんな感じで新作出ますよっていう、事前の、お試しプレイみたいなもんですわ。今回ね、こちらのコールドウォーちょっとやっていこうかなと思います。皆さんいかがですか、このゲームは。 いろいろと、アルファテストだからね、ベータテストなんで、いろいろ中途半端なところとか、好きだよ嫌いだよっていうところはあると思うんですけども、今回は景気感受ですね、ストーナー使っていきます。なぜストーナーかっていうと、このゲームってブラックオプスなんですけど、ブラックオプスの時にですね、実際にあったんですよ、ストーナーっていう武器がですね。それの後継機ということなので、ちょっと懐かしいなということで、ストーナー使っていこうかなと思います。ちなみに僕が COD を始めた作品はブラックオプスが、初めてなのでですね、結構 思い入れのある、ゲームのシリーズになりますね。それが B 取られましたけども、これね、B 旗結構多いんです。大きいからですね、いるんじゃない、そこ角とかに。えい、来なかった。一旦逃げます。景気感受なんですけど、かなり取り回しが比較的マシな、景気感、うふえ後ろ結構取り回しがね、結構楽なので僕は好きなんですけど、まさかストーナー出るとは思わなかったんでね、すごくないしたろう。 こういう時にどうしても頭とか抜かれちゃうんで、頭、ここら辺とかいるんじゃないですか。ほら、やった。ストーナーは強い。ストーナー強い。このゲームのなんかストーナーマジで強いよな、ほんと。楽しいんだけど。いや、やめた。今敵映っちゃったね。ここら辺に待っときますか。グイグイよ。グイグイよ。敵いるなーってなってんだろうな、今、真正面にいる人。な、今敵いるなーってなってるの。おいでよ。いつでもいいぜ。一旦引きます。弾リロードします。おめでとう。残念ながら景気感受ってすごいリロードがね長いんでですね、そこ狙われちゃいましたね。さあ、じゃあ、私の個人的な感想を、偉そうに、喋っていこうかなと思うんですけども、このゲーム楽しいか楽しくないかって言われると楽しいですね。結構僕は好きです。ベータテストっていうのもあるんですけど、でも俺は好きだよ、こういう感じの。モダンオフェアとはまた違う、ちょっとこう、インファイトというか、結構打ち合いとかがすぐ旬時計っていうか、なんて言うんだろうな、なんか好きなんだよね、ブラックオプス。やっぱ、ずっとやってたからかなとかわかんないですけど、いやー、いるやないか、危ないな。ここ車線通したくないっすね。いるんじゃないっすか？ C4、バカバカ。俺の C4 の位置悪かったよ。いる前提で撃ってます。あそこ結構いるんだよね。オッケー。結構人気出るんじゃないですか、多分。おそらくだけど。じゃあね、スモークそこたく？ここでしょ。OK。エイムが悪くてもね、弾数たくさんあるんで 撃ちながら修正するっていう。まだいる？いる。ナイスナイス。OK です、OK です。さあ、個人的にちょっと気になったところ、ですね、スコアストリークが消えないんだよね。ここだいぶ物申したい方結構いると思うんですけど、いると思うんですけども、こうスコアストリークって右下に、ここあるじゃないですか。連続でキルしていくとですね、敵の位置が分かったりとか、ああいうふうにラジコン出したりとか、ボーナスアイテムみたいなもんですよね。敵を連続して倒した時のボーナスアイテムみたいなのがあるんですけど、今まではその基本的には連続でキルすればするほど強力なものが手に入るっていう、そういった作りだったんですけども、今作はなぜかそれがなくなっておりまして、初心者でも頑張ってポイントを稼げば、どでかい、スコアストリーク、試合を、ね、変えるようなスコアストリークを出すことができるっていう、救済措置でしょうね、おそらくね。だと思うんですけども、これがいかんせんちょっとやっぱ どうなんでしょう。僕は結構気になりますね。あ、うわっ。これ初心者の方からするとすごいありがたいシステムではあるんですけど、このゲームって初心者だけじゃないからね、本当上手い人でもこう連続でキルすればすぐたまりますしね。なんとも言えないけど、そこは。おいよ。
まあ、なんで、まあ、うわっ！なんで、まあ、そこの、やっぱ、その、スコアストリークをやっぱ、今まで通り、キルしたら、ゼロでいいんじゃないかなと思うんだよね。まあ、まあ、ベータテストなんで、まだまだ全然わかりませんけど、こちら、こうスナイパーとかいるんじゃねえの？これ。やばい、それは。ですよね。まあ、と、まあ、こんな感じですかね。あとは、なんか、そこまで、まあまあ、ベータテストなんでぐらいの 感じなんで、まあ、荒削りなところもちょっとあるかなって感じですね。もうちょっとで俺、ナパームが出せますね。右下、ほら、ゲージが溜まってるからね。多分、旗取ったらナパーム出せるんじゃね？こんだけ溜まってるんだったら。あと、砲撃とかちょっと入れていきたいですね。B 近く、ここら辺。OK。これで、砲撃で当たってくれたら。ナイス！ OK！ ナイス！行く行く行く、5、5、5、5。いや、5、5、5でしょ、これ。3枚、3枚倒したんだから。いるんじゃない？いなかった。ちょ、 B 来てくんない？ B 来てくんない？ちょっと、え、 B 来てくんない？ちょっと、ちょっと B 来てくんない？もういいからいいから、とりあえず来てくれ、とりあえず来てくれ。 OKOK、 景気感受ならではの荒い荒い弾幕。 OKOK、 とりあえず B 取った。これ大事ね。ナパーム多分 C 型のここら辺から来るんじゃないですかっていう予想を立てて、ナパーム出します。 A 取られます。 A 戻ります。戻った方がいいかな。やばい、出会い頭。まずいね、それは。まあ、景気感受なんでね、すごい取り回しが重たいんですよね。出会い頭あったらまず死にます。まずやられちゃう。うー、何？なんでやねん。 A 取っていいっすか？裏から回っていいっすか？まあ、複数いるけど、俺ゴーストなんであんま関係ないんですけどね、これ。バレませんように、バレませんように、バレませんように、バレませんように。 OK、まあ、とりあえず B 旗は守られているのと、あそこでやられた時敵がどこ行ったか気になるな。ちょっとどこ行った、あいつ。窓から突っ込んで割るっていうね。こちら辺いるよな。こうやったらここから顔出すけど、ないだろ。結構考えながら立ち回るんですよね。敵ここ来るんじゃないかっていう思いながら、多分来るんじゃね、ここ。多分来るぜ。さっきやられたやつ来るぜ。ほらな。多分さっきやったやつかどうかは知らん。危ないな。ブラボー選挙、それはマジ。OKOK。ブラボー入っちゃいましょう。B、スモーク。スモーク今回使えるからな。まあ、これもちょっと、どうなんでしょうね。スモーク結構団体戦とかになると、団体戦とかパーティーとか組むと結構邪魔やからね。あはは。はい、UAB 出します。 OK。 やっぱこの厚い弾幕ストーナーいいっすね。めっちゃ使いやすい。まあ、ちょっと出会い頭のちょっと初段だけすげえ気になるけど、そこだけっすね。景気感じ、取り回しが AR と一緒だったらそれたまったもんじゃねえよっていう話なんで。上いいんじゃねえのそれ。うん、スタン並んでるよそれ。ごめんなさい。あと、なんだろうね。なんか、ゲーム自体は面白いんやけど、なんじゃろうね。なんかこう、体験版、うわぁ！なんか体験版だけど、なんかすげえ、キルレかなんか気にする人がなんかいる気がする。なんかドミネーションなのに、この、なんだ、旗の奥でずっと待ってるとか、なんか、なんだろう、作戦なのかどうかわかんないですけど、どんどん前に行かないと旗取れへんよ、な状態なのにもかかわらず、ナフーン、スタン投げるのやん。C4 ぽーい。8歩。いや、見えないっす。自分で出したフラ。うわー、自分で出したスモークで見えなかったんだけど。ここはショットガンじゃないですか。部屋の中なんで。来るんじゃないですか。いないみたいですね。いたんじゃねえか。ちょっと待って、俺ショットガン今撃ったべな。あ、これ、あれだ。連射だ。ごめんなさい。これ連射のショットガンだったんでね、失礼いたしました。なんかいるな、それ。 OK、 ナパームで。あー、まだいるか。まずい、それは。行くぜ。鉢合わせはしない。鉢合わせない、引いたか、そんなはずは。まだいる、まだいる、まだいる、まだいる。うわー、いかんね。まあ、このまま行けば、旗、一旗取れたらもう俺らの勝ちなんですけど、抜け抜け抜け、景気感受だろ！よっしゃ。まあ、でも最後はね、B 諦めずに特攻する感じ。俺は嫌いじゃない。スモーク。スナイパー外したっしょ、今の。C4 です。はい。C4 もワンテンポ遅いからな、出すのかな。だからフラグとかもワンテンポ遅くなってるし、ところどころ気になるとこあるんだよね。シュッて投げたらいいのにな。
まあこれもアルファ版なんでね、まだまだこっから製品版に向けて調整していくんでしょうね、きっと。部屋の中はショットガンだ。近いぞ。え、近くない？いるんだけど、どっかいるやろ。え、いるんだけど。あ、いや、なんかいるんだけど。え、そんなとこショットガンで狙うような距離じゃねえぞ。邪魔やな。いやー、あ、ナイス、勝った。はい、ということで、お疲れ様でした。まあ皆さんもね、どういった感じだった、まあ一人それぞれね、あの考え方違うと思うんで、まあなんか感想とかをコメントで、聞かせてくれたらなと思います。俺はスコアストリーがちょっと気になったかな。マジでっていう感じですね、正直。モダンオーフェア3の二の舞にならんかったらいいんですけどね。ではご視聴お疲れ様でした。また会いましょう。